ははいいおはようございます、まあそろそろね動画を見るのをねこれ見,て見るのをやめた方がいいと思いますよ今日が初めての動画だったらまあしょうがないんですけどもこの「おこまんちょうじゃ合宿」シリーズはね今もう900話迫ってるんですけども900話のうちまあね30話でも見たことがある方でまだ稼げてない人はちょっともう稼げないんじゃないかなと思いますよね <laughs> うーんまあ,あのかなりね、えー、時間が経って この億万長者合宿のこのやりとりも億万長者合宿の合宿前と後で言ったら合宿が終わってからの方がシリーズ長いんですけどもでも稼げないなーって方はすでにですねそのこの動画を見ることに満足してしまってるか自分は稼ぐ行動をしてるってところに強い肯定感をね自己肯定感を抱いてしまってるんですよもっともっと渇望しないといけないんですよね無駄な時間を過ごしてはならないとかこんな動画見てる暇がないと ややるることとは決まったかからそれをやるぞとかねもっと言えばこの億万長者合宿の動画のやり取りシリーズに挑戦して,てもらいたいですよね、うん、挑戦の方法は2つあります自分でこの1万話を向かっているといわれる僕の億万長者合宿シリーズを凌駕するような動画の本数を同じシリーズとして作っていくこともう一つはですね割り込んでくるってことですよこの私と吉谷さんの動画の中に動画で割り込んでくるんですよね 乗っかってくるってことなんですよ。億万長者合宿さあみたいな感じでバッと入ってきてね。で、私は吉谷さんが話題になるぐらいのことをね、やっていけばいいんじゃないかなと思います。まあそういうことでね、ぜひ自分のルートを引いていただければ、あー確実に、確実にって言ったらまたね、怪しいですけどね。確実に稼げないことはないというふうに言っておきましょうか稼ぎ。確実に稼げるって言ったらね、なんか煽りすぎですからね。確実に稼げないという状況から脱出できるということでございます。 まあ、挑戦してみてください、えー。ぜひね、私たちの動画に入ってきて、乗っかってきていただければと思います。もしくは、裏億万長者合宿シリーズみたいなんでね、作ってきて、自分一人でそれを100本、1000本、1万本と目指していけばいいんじゃないかなと思いますでもね、えー。それでは、失礼します。